どうも、アキトントンです。今回は一時不登校待機の練習ということでやっていきます。はい、この問題やな。いきなりカミカミで始まるんだけど、一時不定方程式って言って、まぁ、45x プラス 32y イコール4。この問題をもとに、まぁ、前回実は一時不定方程式もやってんねんけど、改めて、いろんな解き方と、この動画で説明してない一時不定方程式の考え方っていうのも今回教える。で、まぁ、なんで不定なんかなっていうのは、まぁ、前回にも説明してんねんけど、一つの方程式に二つ文字があるから、定まらないよっていうことで、不定って言ってんねんけど、で、まあ、基本的にこういう風に問題が与えられた時に、整数解をすべて求めよう、みたいな感じで言われねんな。で、整数解をすべて求めようって言われたら、どういう手順で求めていくかって言ったら、具体的にこれを満たす、解っていうのを一つ求めんねんな。で、具体的に一つ成り立つ解が分かったら、それを元に、文字、形とかを使って答えるよっていうのが、これの解き方やってんけど、その具体的な一つの解っていうのを、まあ、前回とかはユークリッドの五助法を使って、求めようって教えとったんやな。もちろん五助法で、求めるのがまあ数学的かなって思うねんけど、こういうのを実はゴリゴリっていうか地道にやっていっても求まんねんな。その地道にやっていくやり方っていうのも今回教える。アキトントン。で、地道にやるのどういうことなんって言ったら、まず、この x と y の係数を見て、係数が大きい方を左辺に持っていって、そしたら 32y イコール4引く45x みたいになるやんか。OK? じゃあ、ここで具体的に一個一個代入していくってな。x イコール1の時、これどうなんのって言ったら 32y イコールマイナス41ってなって、まあ y イコールマイナス32分の41ってなって、これは整数解にはなってないやろ。 x は整数やけど y は分数になってるから違うなっていう感じでゴリゴリやっていくねんけど、まあ 32y イコールマイナス90になるから、マイナス86ってなって、これ y イコールにしてもまた分数のままやな、みたいな感じで、ゴリゴリやっていくねんけど、感覚的には、右辺のこの引き算した時に、左辺の32の倍数になればいいねんな。例えば、イコール32になったらもちろんそれは成立するやん。y イコール1でな。イコール64って右がなってくれてもそれは成り立つし、イコールマイナス64でも、一応整数解になってるみたいな感じで、32の倍数をこの引き算で作れるかなっていう感じで解いていくねんけど、こういうイコール4とかの問題っていうのは、いきなりこういう風にやるんじゃなくて、まあユーグリッドの時も言ってんけど、イコール1としてちょっと考えてほしいねんな。35x プラス 32y イコール1として、ちょっとずつ求めていってほしいね。どういうことなんだったら、まあ、32y イコール1引く 45x ってやったとするやん。そしたらさっきみたいな感じで x イコール1の時、まあ、32y イコールマイナス44ってなって、まあ、32の倍数じゃないよね。 x イコール2の時 32y イコールマイナス89になって、まあ、32の倍数じゃないよねって感じで、x イコール3の時 32y イコールマイナス134ってなって、32の倍数じゃないよねみたいな感じで、 x イコール4の時 32y イコール、まあこれ45ずつ増えてるからそんな感じでやんねんで、マイナス179かな。 OK。 でこれも32の倍数じゃない。まあ、例えば5やったら5、3、15、5、20、160じゃないよね。OK。で、まあ、x イコール5の時、何ぼになるかなって言ったら 32y イコール、マイナス224になって、これっていうのは実は y イコール何ぼになるかなって言ったら、マイナス7が成り立つと思うねんな。いける ?32×-7 したら224になるやん。で、これで具体的な整数解一つ求まったってこと。x イコール5の時、y イコールマイナス7が分かりましたよってことなんよね。いける?まあ、これ毎回書かんでもいいけど、頭の中で軽くやって、こうやって地道に答え求める人もいます。ユークリッドの五助法でやるやり方は、まあ、前回もやったし、今回の後半でそれでもやってみようか。そしたら、x イコール5で y イコールマイナス7っていうのの答えって分かったから、あとは一次不定方程式を解き方一緒。45×5 プラス 32×-7 イコール1っていうのが成り立つって分かってんな。いける?で、今、イコール1じゃないやろ。4やから。イコール4やから、これの両辺に4をかける。
それで係数はそのままにしてほしいな。だから 45×、 こっち側に4かけた形、 45×20 足す 32×-28 イコール4っていう風に考えてほしいでな。いける？で、今気づいた人おるかもしれんけど、あのまま一番最初イコール4のままやってたら、X イコール20まで定計算しなあかんってなってたから、だいぶきついよねって感じで、まあ点々点2ってやったとしたら、1-2するんやってんな。 OK 覚えてる？具体的な解が分かったとしたら、元々の一次不定方程式からその具体的なやつを代入した方程式を引き算するんだよな。そしたら係数以外の部分を引き算する、 X-20 で、次係数以外の部分を引き算やからプラスになって Y+28ね、イコール0が作れると。 OK、 そしたらもうあらよあらよと簡単と、45×X-20 イコール -32 の Y+28 で、当たり前なんですけど、ちゃんと係数約分できるかとかも見なあかんね。これ約分できへんからもう互いにそうなんですよ。だから45と32は互いにそうなのでって、あのいつもの決まり文句ですね。アキトントンで、まあ互いにそうって分かったら、じゃあこっちの X-20 は32の倍数になってないとおかしいよね。じゃあそういうことですよね。X-20 イコール 32K って感じで置くと。はい。まあこんな風に書ける。X-20 っていうのが 32K って分かんねえな。そしたら、元々の式、こっちの式に 32K を代入したら Y が出んねんな。いける？ 45×32K イコール -32 のY+28 ってなってるやろ。 OK、 じゃあもう簡単で、32と32で約分して 45K イコールマイナスの括弧 Y+28 みたいな感じで、Y イコールにしたいからこっち持っていく。 Y イコールマイナス 45K マイナス28って出んねんな。いける。で、 X はもともとここで求めてるから、これは普通に X イコール 32K+20 ってやって、まあこれが答えと。見やすいように普通は X から書くから、こんな風に書いとこうか。いける？まあ置いたらあとは代入するだけっていう風にして求めれると。だから一次不定方程式そんなに難しくないんですよね。なんで難しく感じるかって言ったら、この具体的な整数解の一つが求まらへんから。いける？この具体的な一つの求める手段としては、今回みたいにこういう地道にやるやり方っていうのもあります。一個一個代入して見つけるってやり方な。意外とそのやり方でやる人も多いから、まあ自分に合ったやり方でいいです。前回はユークリッドの5乗法で数学的に求めてたやろ。いける？で、具体的に求めるやり方としては、係数が大きい方を右に持っていって、そいつに代入していってやるってやり方がおすすめです。OK。で、ここの解き方はもう普通に覚えとき。で、なんで整数解の一つが分かったら、こういう風に求めれんの全部が分かるんっていう疑問を持つ人がいたんですよね。いい質問です、これ。それをちょっと解説すると、アキトントン！これって実はこの一次不定方程式って見たら、y イコールにしたらさ、普通に一次関数の式になってるくないって思ってほしいんだよな。どういうことかというと、もう高校生中学校の勉強はできるようになっとかなあかんで、忘れてる人も多いかもしれんけど、これ y イコールにしたらさ、 y イコールの -32/45x+32/4 みたいな感じで式変形できると思うんだよな。 OK。 で、まあこれ、適当に書くで、これはほんま適当やねんけど、こういうふうに x と y があったとしたら、切片32/4で傾き -やから、まあ適当にこういうふうになってるやんか。OK。 で、整数解の一つが分かるとっていうのは、まあ、シンプルに解が一つ分かったら、これっていうのがこの直線上に乗ってるってことですよね。 OK。 じゃあその一つが分かったら、もう直線の式が分かってるわけ、つまりまあ傾きが分かってるから、ここからなんぼ行ってなんぼ下がったら次の点になるかっていうのが分かるやんか。いける？一つ基準があったら、そこをベースに次の点とかが分かってしまうんですよ。いける？中学生の時なんかこういう風に書いたやん。それを、まあ文字でめちゃくちゃ書いてるのが一次不定方程式の解き方なんですよね。いける？それでその具体的な一つの解を求めるのがユークリッドの5乗法とか、今回新しく教えた地道に求めるやり方っていうこと。 OK。 で、まあ一応そのユークリッドでも求めれるよっていうのもやろうか。アキトントン。はい、ユークリッドでやるやり方は、まあ大きい方の係数イコール小さい方の係数でやっていくんやな。 32×1 足す、まあ13でできると。で、まあこれが1になるまで続けんねんな。で、32イコール
まあもちろん4になったらそれで終わってもいいんだけど、32イコール13かける2プラス26やから6と。OK? で、13イコールこの6かける2プラス1ってなって1で終わってんねんな。それで、どうやってやんねやったっけって言ったらちょっと書き方したら、1イコールですね。その余りイコールの形にすると。13引く6かける2。6イコール32引く13かける2。13イコール45引く32かける1な。OK。で、これを使って、1イコール13引く6かける2の、この6っていうのにこれを代入すんねんな。いける13マイナスの32引く13かける2。で、それに2をかけると。OK。どんどんとこうやって戻していったら、15と32っていうのが、イコール1の式に出てくるから、便利だよね。ユークリッドの誤助法が。OK。わかる？つながる分かって見てる？ちゃんとな、見てな。そしたら、13っていうのと、32っていうのを壊したらあかんねんな。で、計算するとマイナスとマイナスやから、プラスの 13×4 になって、13×5、マイナスの 32×2 って感じかな。まあ、プラスのマイナス2っていう風にやると。OK。まあ、この本で計算ゆっくり自分でやるな。ここなんでプラスにしたかって言ったら、プラス 32×何かの形にしなあかんから。プラス 32×-2 の形なんですよね。で、この13っていうのにこれを代入すると。いける？そしたら、まあこれは 45-32、まあ一応かける1、のかける5プラス32の -2 と。OK。それであとは、45と32の形にすると。ダメですね。今回なんか、こういうところ使い方めちゃくちゃ下手くそです。ごめんなさい。で、45×5 やんな。45×5 でプラスの 32× 何ぼかって言ったら5が1つかかんねんけど、ここにマイナスやから、これでマイナス5がかかってると見て、あとはマイナス2がかかってるからマイナス7な。いける？で、これがイコール1なんですよ。 OK。 でも今求めたいのはイコール4のやつやから、これを4倍すんねんな全部。そしたらまあ順番変えて 45×20プラス 32×-28 イコール4ってなって、さっきみたいな感じで求めていくねんな。これ引く、これして、あとは同じっていうこと。 OK。 だから、今ユークリッドの誤助法を使って5と -7 っていうのを具体的に求めてんな。そこからまあ4倍して同じになるよねっていうやり方もあると。それが前回教えたやり方で、今回は別に、そんなん使わなくても地道にやってもいいですよっていうことで、紹介したと。まあどっちでもいいです。自分が好きな方法でやってください。はい、今回はこんな感じ。どうでしたか？まあ、一次不定方程式。こういう整数解すべて求めようっていう問題で、まあ、文字使ってイコールにするやつっていっぱいあると思うねんけど、解き方っていうのが全部統一されてるから分かりやすいと思うから、どうやって持っていくのかな、どうやってその形に持っていくのかなっていうのは、なんとなく理解した上でいっぱい問題こなしてできるようになってください。もう一回問題と答え貼るので、復習してね。今度が良かったと思ったら、高評価のチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録してください。で、まあ整数の問題系とかいっぱい上げてるので復習してください。バイバイ。再生リストとかアキトントン.comで見れるからね。